東急7000系電車水間鉄道7000系、電車7000系7000系7000系7050系,系,系である。本校では中間車を先頭車か改造された7050系電車と更新改造車である1000系電車についても記載する。1970年代から長年使用してきた501型が老朽化し、それを置き換えるため水間鉄道では 当時の使用電圧だった直流6 0 0ボルトに適合した中古車の渡を南海電気鉄道に打診した。しかし、その時期に東京急行電鉄の車両更新で不要になる車両が大量発生することが分かり、主車が変更された。7000系は1 5 0 0ボルト車だったため、導入に際して6 0 0ボルト対応に改造することが検討されたが、 昇圧に伴う変電所の設備改造費用の方が安くつくと判断されたため変電所を改造、昇圧することになった。この際に変電所の設備も等級で不要になったものを譲り受けしている。当初の所要量数重量が東横車両電設でワンマン化改造を行った。種車は先頭車と元中間車があり、元中間車には霧妻非貫通の運転室が 取り付けられた。全電動車の二両編成で貝塚型の M1 車が7000番台、水間型の M2 車が7100番台で、戦闘車か改造車は、それぞれ7050番台と7150番台で、ある。1990年7月に、水間線に搬送された。後術の線型への改造進展に伴い、7000系として残った編成も改造されるため、 2007年6月24日午前10時6分、水間発の列車より3往復、さよなら運転が実施され、営業上7000系は全廃された。なお、7003回は、1000型に改造されず定期運用を離脱したが、同年10月20日と21日に、鉄道の日を記念しての復活運転が行われた。1000系線3回、1000系線5回、水間鉄道は、 2005年から行った会社構成を完了させたことを受け、2006年度より7000系は順次打ち、外装の更新を受けることとなった。出発式を行った同年12月16日より1001回が、また2007年3月初頭より1003回、同年4月末より1005回、6月23日より1007回が、それぞれ営業運転についている。主な変更点は次の通り、 なお、車内の釣り革には手を加えられていないため、東急百貨店や文化村や渋谷109等東急時代の広告が残っており、非常通報装置も紐式のままである。ありがとうございます。